そう、まずそもそも道払いとは何ですか？まあ、箱を作るときに組み立てるときがありますね。その時にどうしてもこう同じ厚みでこう幅で作ってんやけど、ちょっとずれたりするとき多々あるわけ。その時にずれてるとこをカンナでこう削ってこのネジを取ったりするのが道払いで、この時に刃の出し方ないけど、僕はこうやって見る時に刃の出し方こっち、刃先がこっち出てますね。その時にこうって刃先を見るんですけども、この時に実際のとこ、こちら側をよく出します。ちょっとまあカンナっていうのはまっすぐじゃないんですよ。刃はこういうふうにちょっと、丸く、この刃先を言えばこういうふうに、大げさに言うたらこう丸く研いでるわけね。でそこのとこをこっち側から見たら、まあ、目線を逆にしたらこっちの方をちょっと多い目に出しといて、こちらのはもう 出ないぐらいにしとくんです。でこの間で削るから必ずここに当たらない、当たってもここで調節できるっていう感じでいくので。はい、ちなみにその、左側は出して右側はあんまり出さないんですよね。これでいくと、まあ、あのカンナの台を見るときは必ずここを見ますね。はいはい、見たときにこの部分出るんですわ、この部分を出さない。清水さんから見て左側は出てるんですよね。うん、こっち側は出てます。はい、こっちが出てる。ただ削る時にはこっち側が、外側の方が出てるというか、はい、それはなんか利き手とかに見えるんですか？もう右利きの人はそうってことですよね。うんうん、逆の場合は逆になるんですか？まあ逆、の人どうやったらかちょっと分かんないです。実践しますんで見てください。あ、じゃあちょっとカメラを移動します。うん、こちら側を容器出してこちらが出さない、なんでか言ったらここ当たるんでしょ、普通に出したら。ここ、まあ、削るね。はい、ここを削った時にここ当たらないよ、当たってないでしょ、かなくずれてますね。でこっち側もう一回当たってない。はい、その時にここでまっすぐ削れてんやけど、こうなってしまわないようにね、常にここの台をこの小さい、まあ、このぐらいまでやっていけるけど、この台がここに乗るね、乗るように内側へこうちょっと力入れ持ってやる。でただし、軸箱とかになってくるとこう長いやんか。あ、お軸を入れる長い箱。狭いやつとかね、はい、細長い箱の時は、はい、今度はこちら側を出します。出してこういう感じ、長い箱があったらこれをここのとこ、今度逆やからこっち側をこうに取るわけね。まあ、これこっちはこのままで言ってるけども、そういうやり方もある。なぜそうするか言ったら、細い時はこう入れていくよりか、ここに乗せてやった方がここの部分が絶対に動かへんわな。はいはい、この時はここでやって、ここでここまで来て、ここでいけるからいけるけども、であとさっさと削ったけど、こういうふうにしてこういうふうにしてやるやり方もあります。人によって違うってことですか？これやりたい、これやり、やり方知ってるけどやったことないんで、他もこう普通にもう削って、これで何回も言うけども、こっち側からやるときはこっち側、力をこうならないようにだけ考えて、でここのとこの刃先はこんだけ分しか出てないからここで削ります。ここは出ません。だからそれに当たらないようにします。はい、で皆さん失敗しはるのは、ここばっかり力入れるからここが
力が抜けてるわけね。丸くなっちゃうやん。ということは見た時にこういうふうにこういうになるわけね。なくってやや真ん中へ来れば来るほど力を入れる、抜く、入ったら力入れる、抜く、入った、抜く、入った、抜くってやったらまっすぐなります。はい、じゃあ道払いが綺麗にできた箱っていうのが、はい、蓋が綺麗に、はい、これで綺麗に入ったらこれで全然大丈夫です。では、道払いの、回答を動画でお知らせいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。